てたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。皆さんこんにちは。毎週水曜日夕方5時45分からラジオ大阪1314でお送りしています、ドクトルカちゃん笑顔で元気。皆さん聞いてくれてますか？今日は素敵なゲストをお迎えしてるんですよね、かっちゃん。はい、ね、え、可愛らしいみおちゃん。はい、はい、挨拶挨拶。はい、それからね、あの男前の、鈴木さん、はい、はい、と思ってますこんにちははい、ね、お二人、素敵なお二人が来てくれたんですけれども、今日はどうして来てくれたんでしょう？はい、今日はですね、はい、あの車椅子ダンス公演の告知ということで、うん、あの来させていただきました。はい、今回こちらですよね。じゃあちょっと見せていただいていいですか？はい、どうしましょう？こちらです。はい、読み上げて。はい、ジェネス・オブ・エンターテインメント第8回車椅子ダンス公演、テーマがブリリアンスとなっています。はい、いや、ここすごい素敵に映ってるの実は鈴木さんなんですよね。そうなんです、ね、かっこいいじゃないですか。人が変わってしまうんですね、はい、はい、鈴木さんはでしょ、世界大会出てるんでしょ。はい、そうなんです。ドイツと、はい、あとベラルーシという国で、すごいよね、はい、2回出させていただきました。僕なんか行ったことないもん、ドイツ私もないです、うん、ドイツは知ってるけどね、こんな人ですから。はい、いや、それでね、まあ、美穂ちゃんも、ね、はい、2回優勝してるよね。3回です。あ、3回か、はい、あ、そうか、減らしちゃダメですよ、はい、5回でしたはい、ね、お二人ともその数々の大会でそうやって賞を取られてるっていうことですけれども、もともとどうして始められたんですか？あの、私の場合はですね、あのこのジェネシスの代表の坪田というものがいてるんですが、うん、後ろの方ですよねこんなところにもういつの間にか、はい、はい、あのこちらの坪田の方が、うん、あのお前ダンス踊れっていうふうにもう無理やり踊らされて、はい、でそこからダンスをこういやいや始めるようになったんですね。はあ、それは坪田さんと才能を見抜かれたんですかね。当然ですナイスガイなんで活躍すると信じていました棒読みですねはい、はい、そして美穂ちゃん、はい、はい、美穂ちゃんはどうして？私はですね、小学校4年生の時にこの隣にいる鈴木さんが小学校で公演をやって踊りに来てくれたんですね。その時に初めて見たんですけど、うん、その時は別にへーっていう感じで何も思わなかったんですけどうん、うん、その後10年後ぐらいに鈴木さんにばったり再会して、ええ、で話をしていくうちにその4年生の時に来たのがこの人やっていうことが分かって、うん、で改めて車椅子ダンスせえへんかっていうことを誘われて、はい、じゃあっていうノリで始めたのがきっかけですね。いや、2人ともねお話しされててもすごくね楽しそうでね、ええ、楽しんでされてるなというのが皆さんに伝わってくるかと思うんですけれども、でそんなお二人がそのダンスを頑張られてされる公演、はい、これどういうものになるんでしょう？はい、まあジェネスというかつ、団体自体もですね、あの障害のある方とそれから、そうでない方、まあ、いわゆる健常者が、はい、あの一緒に、まあ、隔てなく活動を始める活動をしています。で、あの、まあ、その中でですね、あのダンスの普及活動とかで学校公演とか、そういったこともやっているんですけども、はい、で毎年なんですが、ダンスの公演という形で、あの大阪で始めました。で今回が第8回目ということ で障害のある、もちろん、障害のない方もその、ないかある方もない方も一緒に、ダンス公演をするということで始めています、うんうん、ね、本当輝いてるもんね、 ね、 ねなんか今もう言い切ったみたいな感じでしてるのかもしれませんけどどもってしまったな思いながら、いや、それでね、今日ね、まあ、私初めてお会いしたけど、うん、やっぱりね目がね生き生きしてるんだよね。そうですよね、なんかね最近ね、うん、電車に乗ってもね、うん、変なやつ多いし ね、うん、ね、あの血色の悪い人とね、うん、気色の悪い人増えてる、ね、だからね、うん、なんか目的なくてねぼーっとしてんだったら、うん、ね、この公園一回見に行ってよ、うん、ね、で自分自身のね、うん、ね、あのなんか治癒力のスイッチプチッと押してほしいよね、
ね、なんかね、ちょっとニュースで見たんですけど、最近の子どもたちに自分に自信がありますかって聞くと、自信がないって答える子どもが8割を超えたって言うんですよ。そんな中でね、お二人見てるとすごいこう自信に満ち溢れててキラキラ輝いてる印象を受けたんですよ。本当にね、これ私も見に行きたいと思いました。もうぜひ、うん、見に来ていただければと思います。ね、はい、じゃあ美穂ちゃんもちょっとこの、公演にかける何か思いなんかを教えていただけたらと思います。そうですね、うん、今回のその見どころ、はい、があるんですけど、まあ、全てが見どころなんですけど、さすがやな、強いて言うなら私が見どころとかそうです、強いて言うなら強いて言うならあの車椅子のメンバー6人で、車椅子のメンバーだけで踊るメドレーがありまして、その曲が見どころになっていてなぜ見どころかっていうことなんですけど、そのダンスで競技会で大会となっているものは全て2人で踊るのが基本のものになってるんですけど、その今回の公演では6人、全て6人車椅子でみんなで同じ振りをして同じ動きをして踊っていくっていうことがことをするんですが、それはジェネシスだけじゃないかなっていうところで、そこが見どころとなっています。でも6人全員でね、はい、いっぺんに踊ってたら、はい、ね、練習中こう当たったりとかいろいろあるじゃないですか。そうですね、ね、ぶつかってバーンってなったりもしますね、うん、はい、すごいですよね。すごいですよね。これちょっとますますあっちゃんも見に行きたくなったんじゃないですか。いやいや、私も最初から行くつもり、あ、行くつもりでもうぜひぜひ、ね、ぜひあのたくさんの人にご覧いただきたいんですけれども、じゃあちょっと概要の方をご紹介しましょう。はい、日にちがですね、8月の25日土曜日と26日日曜日、25日の方は、夕方6時半からです。そして26日が午後1時30分、1時半からのスタートになっています。場所は JR 環状線の芦原橋駅の近くとなっています。大阪人権博物館リバティ大阪です。はい、で、料金の方がですね、一般の方が2000円、障害がある方とその介助者が各1500円、学生の方が、高校生以下が1000円、未就学児が無料となっています。お申し込み先の方は坪田さんの方なんですね。じゃあ電話番号お願いします。090-4030-9540、はい、坪田です、よろしくお願いしますこれインターネット検索するんだったら何検索したらいいの？はい、そうですね、はい、ヤフーとかで、はい、車椅子ダンス、うん、スペースジェネシスと打っていただけますと、はい、青色のホームページが出てきますんで、はい、はい、大丈夫かと思います。はい、車椅子ダンスジェネシスというこの2つのキーワードで検索していただければすぐに出てくるということですのでね、はい、皆さんもぜひそちらの方でチェックしてみてください。はい、でね、とにかくね、百聞は一見にしかず、うん、ね、見に行ってみんな元気をもらって帰ってください。はい、はい、ということで、今日はジェネシスオブエンターテインメントから林美穂さん、そして鈴木剛さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんは1314ラジオ大阪、夕方5時45分水曜日です。ドクトルかっちゃん笑顔で元気、また聞いてくださいね。では皆さん、さようなら。